汗が止まらない、出過ぎてぐったり、体がほてってつらい、そんな汗の悩み結構深刻。ダイエットと汗は深い関係があるんです。実は汗のかき方には大きく分けて2種類あります。ダラダラ出続けて倦怠感のある汗、いわゆる多汗と、そこそこ出るけど体に熱がこもる、いわゆる熱ごもりの汗ですね。たかが汗ですが、この違いに気づかないと熱中症、代謝ダウン、むくみ、暴飲暴食、体調不良と太りやすさに直結してしまうんです。これはもったいない。対策しておくだけで汗でだるい季節が明るい太陽の季節に早変わり、楽しく有意義に過ごせちゃいますよね。今日は汗のタイプ別、暑い季節の痩せ習慣についてご紹介します。まずは一つ目のタイプです。とにかく汗が止まらないダラダラ汗タイプ。このタイプ東洋医学では時間と言います。何もしなくても汗が出る、緊張すると変な汗が止まらないという方、さらに寝ている時だけ汗が出る頭寒もこのタイプの方ですね。実はダラダラ汗の原因はズバリ体力不足、基礎代謝が低くて疲れやすいという方なんですね。特に五臓六腑の中の肺が弱い傾向にあります。肺は皮膚呼吸を司る臓器、肺が弱ると体の防衛機能、東洋医学では液の働きが弱くなります。汗を出す汗腺の開閉がうまくいかなくなってダラダラ汗が出ちゃう、そんな方はこんなサインがあるかもしれません。疲れやすい、クーラーに弱い、ぷよぷよの脂肪がつきやすい、更年期、ストレス、下の両サイドがギザギザ、これ基礎代謝の低い方の特徴なんです。ちょっと食べるだけで太りやすい、むくみやすい、そんなことありませんか？ダラダラ汗タイプの方におすすめの食材があります。それがこちら、お米、山芋、夏目、レンコン、豆腐、くるみ、アスパラガス、お餅、その中でもやっぱり玄米が超おすすめ。私の目が覚めているうちは夏はスルッとそうめんなんて絶対に言いません。お米があなたを救います。玄米は白米と違ってぬかにビタミンやミネラル、タンパク質、食物繊維たっぷり入っています。白米と玄米だと栄養価が10倍ぐらい違うイメージですね。栄養をきちんと摂ることがダラダラ汗タイプの方には一番重要なことです。なのでできるだけ栄養を効率的に摂れるものを選んで食べていただきたい。ただダラダラ汗タイプの方は胃腸が弱い傾向にあるので玄米の硬い殻に対応しきれない場合があります。そんな方はステップ踏んでいきましょう。ステップ1、白米と雑穀、きびや大麦が入っているのがこのタイプにはおすすめです。ステップ2、白米プラス玄米、白米と玄米を半々入れて炊く、玄米を半分だけ精製したぶつき米もおすすめです。ステップ3、 100% 玄米、私はいつも 100% 玄米ですが、胃腸の調子が健やかでない時は玄米粥にします。お粥というと物理的なハードルより精神的なハードルの方が高い気がするんですが、いわゆる玄米リゾットですよね。ここで玄米リゾットレシピ、私がよく作る超簡単玄米リゾットレシピをご紹介します。家族にもめっちゃ人気です。みじん切りの玉ねぎと人参と洗って水切りした玄米を1合オリーブオイルで軽く炒めます。炒めることで玄米の皮が破れて消化しやすくなるんです。お米がパチパチいってきたら炊飯器に移して水を入れましょう。お水は炊飯器のお粥の表示より少し少なめがいいですね。コンソメ、塩を入れて味を整えます。ちなみにコンソメはおなじみ早の屋の野菜だしの中身を使っています。あとはスイッチオン、炊飯器任せです。炊き上がったらパルミジャーノ、粉チーズですね、じゃこ、大葉をかけて完成。翌日のお腹が超楽なんです。これお粥の作り方とほぼ同じなんですが、ごちそうっぽくありませんか？ダラダラ汗をかく人はきちんとご飯を食べて体力をつけるのが一番大事。汗の時期には唐辛子などの激辛料理、そうめんなどのお腹を冷やす料理は控えておきましょう。1週間も続けていると体が自然と汗を調節、体調もいい、そんな状態に近づきます。続いて2つ目のタイプ、汗はそこそこ出るけど体に熱がこもるタイプ、いわゆる熱ごもりタイプですね。なかなか汗が出なくて顔が真っ赤になる方もこれに当たります。東洋医学では湿熱体質と言います。湿は体の余分なドロドロ水分、熱は炎症という意味です。このタイプの方はこんなサインがあるかもしれません。口が乾く、舌に黄色い苔がつく、足がつりやすい、体がベタつく、目の充血、吹き出物が出やすい、熱中症になりやすいのもこのタイプの方に多いんです。体に熱がこもって汗で発散しきれないんですね。東洋医学的に見ると胃腸の悪さプラス心臓に負担がかかっている状態、ちなみに胃は湿気に弱く心臓は暑さに弱い特徴
徴があります。両方混在してるんですね。さらに血圧の高さ、血液がドロドロで通常の心拍だと押し流せない、だから血圧が上がる、そんな際もあるかもしれません。体に熱がこもる方は夏のクーラー賢く使いましょう。熱中症の発生率は自宅が一番多いですからね。そして何より重要なのが体の熱をうまく発散させること。汗を体の内側からじわーっと出します。これも食材で改善することができるんです。熱ごもりの方におすすめな食材3つご紹介します。1つ目、おろし生姜。生姜は体の内側の熱を外側に押し流す効果がめちゃくちゃ高い特効薬。前の動画でご紹介した第一大根とめちゃくちゃいいです。大根おろしとおろし生姜、醤油をお湯で割って飲むやつですね。夜飲むとじんわり汗が出ます。第一大根湯は高熱の熱冷ましにもよく使われるんですよ。気になる方はこちらの動画ご覧ください。2つ目、ハトムギパウダープラスヨモギパウダー。もう分かったよと言われるくらい登場していますよね。ハトムギパウダーは余分な水分を取りながら胃腸を助ける、ヨモギパウダーは苦味で心臓の働きを養います。熱を冷ます効果もありますよ。もう完璧じゃないですか。私は毎朝飲んでます。そして3つ目、青魚。熱ごもりが気になる方はお肉を青魚に変えてほしい。アジ、イワシ、ブリ、サバ、それだけでかなりうまくいきます。前回紹介した田楽味噌を青魚に乗せてトースターで焼く、もう最高。苦味で心臓を助けるし、味噌に必要な塩分やミネラルたくさん入ってますからね。逆に避けたいのが冷たいもの、激辛料理、炭酸。胃に熱がこもってしまいがちなんですね。炭酸水は胃が活性化すると言われていますが、胃がオーバーヒートしている熱ごもりタイプには実は向かないんです。飲み物に関してはまた別の動画で詳しくご紹介します。そして熱ごもりタイプに絶対やってほしい習慣、湯船に浸かる。必須中の必須です。お湯に浸かって体内の陽の要素、熱を外側に押し出しましょう。体の熱い人はお風呂が苦手という方も多いと思います。でもめっちゃ大事なことなので、ぜひやってみてください。爽やかな入浴剤使ってお風呂タイム楽しみましょう。はい、いかがだったでしょうか。汗問題と夏バテ、実は密接につながっています。今回お伝えした養生、日常生活で体がいい状態になると夏はどんどん楽しくなります。本当に有意義な季節になりますよね。夏の暑い季節だけじゃなく、1年を通して汗に悩まれる方きっと多いはずです。それは体のバランスが崩れていることを汗というサインで私たちに伝えてくれているということなんです。そんなサインを受け取って体をいい状態に戻してあげましょう。このチャンネルでは東洋医学の養生をベースにしたダイエット方法や美容整体のマッサージやストレッチについて詳しくご紹介しています。水曜日と土曜日の20時に動画配信、日曜日の夜21時から YouTube ライブにて皆さんのご質問にお答えします。ぜひ遊びに来てください。またメルマガにご登録いただきますと、さらに詳しい東洋医学の知識、無料動画講座をプレゼントしています。概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひこちらもご登録お願いします。エリーの東洋医学的体質別ダイエット講座、期間限定の募集中です。ぜひこちらもチェックしてみてください。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。エリーでした。玄米やっぱ最高やな。